トナーカートリッジのズレートナーは、レーザープリンター及び副写機で使用される、耐電性を持ったプラスチック粒子に、黒鉛、顔料などの色粒子を付着させた、ミクロサイズの粒からなる粉である。静電気を利用して、紙にトナーを転写させ、熱によって定着させることで印刷する。カラー印刷の場合、通常シアン、マゼンタ、黄色、黒の4色が用意される。英語で、 トーンとは、色調のことであり、それから由来する。トナーは、カートリッジと呼ばれる、専用の容器に入れられ、それをプリンターに挿入して使用される。トナーカートリッジは、トナーを充填した容器だけのものとドクターブレード、アドローラー、現像ローラーが組み込まれた容器のもの、それに観光体ドラムを付属したカバーを組み合わせたものなどがある。いずれも、機種、メーカーによって異なる。 トナーの一粒は、椎茸の胞子の大きさとほぼ同じ千分の5ミリ程度と、非常に小さく、肉眼では見ることが極めて困難である。通常、トナーは、カートリッジの形で供給されるが、一本のカートリッジの中のトナー粒の数は、非常に膨大な数となり、世界の人口をはるかに超えると言われている。カートリッジに詰められたトナーは、通常、飛散の恐れはないが、 一万一カートリッジを落とすなどして破損させた場合、多量のトナーが床などに散乱することがある。トナーはチリやホコリのように軽いので、ちょっとした風などで飛び散りやすい。トナーは有害物質ではないが、サイズが非常に小さいため、吸い込むと気管支などに入る恐れもある。また、高密度で空気中に飛散したトナーに何らかの原因で、引火すると粉塵爆発を起こす。 可能性もある。リサイクルトナーとは再生トナーとも呼ばれ、レーザープリンター及び副写器で使用が終わった空のトナーカートリッジを回収し、汎用トナーを充填し販売する商品を言う。純正トナーを供給する、機器メーカーが回収しきれずに廃棄される空のトナーカートリッジを回収し、幾度も再利用するため、トナー漏れなど品質、安全面や、それによる、 機器本体への影響が問題になる反面、カートリッジ自体を開発、製造するコストがかからないため、純正トナーに比べ割安の商品として普及しつつ、ある。消耗部品以外を再使用するリサイクルトナーはリユースにあたり、さらに使用限界を超えたトナーカートリッジはリサイクル、再資源化されている。ただし、あくまでも純正品ではないため、 インクジェットプリンターにおけるリサイクルインクカートリッジのような問題も発生している。一方で前述のトナー自体の特性からユーザーが詰め替えられるトナーも存在する。また近年ではプリンターメーカーもリサイクルリユースへの取り組みを推進しメーカー純正再生トナー商品を市場に提供している。ありがとうございます。